ボランティアに5回にわたって、そしてこれ建設業界も含めますけれども、120名にならんとする皆さんたちが実際行かれたときに、やはり一番多かったことが、まあ、これは現地の皆さんと話されているということもあると思いますけれども、やっぱりその瓦礫をなんとかしなきゃいけないということだったんですね。で、それと一方で国は、これちょっと後で申し上げると思いますけれども、国も心ある人たちがやっぱりいます。でいて、これはどうしてもこれ被災地だけで処理するのは無理だということで、一般自治体で引き受けの声を上げてくれないだろうかという要請も私のところには直接あるいは間接ありました。で、こういった中で一自治体を預かるものとして被災地のために何ができるんだろうか、何をなすべきなんだろうかという観点から、今回の震災瓦礫の引き受けを今度の12月6日だったんですけれども、紀藤湖一軒の首長会議にこう提案をしようというふうに思ったわけです。で、その中で、まあ、これは誤解もいっぱいありましたけれども、もともと私はその放射線ですよね、放射線、私も怖いです。そのもう私の、まあ、亡くなりましたけど、祖母なんかは、やっぱりその実際、長崎の原爆を見てるわけですね。で、やっぱりこう線香が光って、で、今日は私は立花町でふれあい学級っていうところに参りました。で、その時に多くの皆さんたちが自分たちも農作業をしている、あるいは学校に行っている時にあの線香を見たと、あのキノコ雲を見た時に、やっぱりその放射線っていうとは怖いねっていうことは、これは、今日の会見をねご覧になっている方々と全く同じなんですね。だからそういう放射線に汚染された瓦礫を引き受けるっていうのは、私は一言も言ってないんですね。言ってない。で、その中で我々とすれば、これはブログでもいろんなところでも言ったり書いたりしましたし、これは報じられてもいますけれども、我々が出す一般廃棄物の同じ範囲で、延長線でっていう言葉も使いましたが、そういったものを我々としては引き受けられないだろうかということを申し上げたのであります。で、その中で現実問題からすると、私も国の役人をやっておりました。で、その中で原理原則は、これは何度も言ってますけれども、やはり被災三県で、特に福島県で出た廃棄物については、それはやっぱ県内で処理するのが、もうそれはもう最善じゃなくて、それはしなきゃいけないんですね、特に福島県に至っては。しかし、宮城、あるいは岩手についてもですね、まあ、しかしはないか、でもそれは、同じ県内、同じ区域の中で、処理をすべき、対応すべきっていうことは、それはもう論を待ちません。これは多くの皆さんたちと同じ見解だと思います。で、その中で、これはいろんなデータがありますけれども、その3県で処理できない分量のものについては、これについては、やはり私たちとすれば、なるべく近いね、東北に近い地域で、まあ、東日本って言い換えた方がいいかもしれませんけれども、だんだんその近いところからちゃんと処理をしていくと、対応していくということが次に必要だろうというふうには思っています。で、その上で我々とすれば、そういうオールジャパンで構えがあるっていうことを被災地の皆さんたちに届けるということ、そして現実問題としてこういう声を上げている自治体っていうのがたくさんあるっていうことそのものがね、私は瓦礫の撤去に早くつながる。で、繰り返し申し上げますけれども、放射線等に汚染されたものについては一切それは他の自治体にはもう持ってこないということで、また今日の場を借りて申し上げたい次第であります。で、その中でやはりですね、もう一つ言わなきゃいけないのは、もう瓦礫イコール放射線、放射能というのはもう蔓延してるんですね。もうこれは情けないですよ、本当に。これね、この、まあ、これもまた報じられるでしょう。そういった中でね、こういったことがもう東北の皆さんたちにこう伝わるといったことについては、私はね、本当にこれは情けなく思ってるし、悲しく思ってます。で、もうこれはあえて言いますけれども、こういうその質問状等がね、そのものがね、一般的な話とすれば、こういうそのものがそういった風潮を助長しかねないということを、それはね、強く私から申し上げたいというふうに思っています。科学的に判断をして、どちらも判断をして、で、その上で
こういう意見とか抗議があるっていうのは私としてはそれは受け入れます。だけどまあ、これがそうだとは全部そうだとは言いません、言いませんが、一般的に私も思うのはがれきイコール放射能っていうことがねもう本当にこう蔓延してるっていうことについては悲しいっていうふうに最初の方で言っておきたいというふうに思っています。でその上で回答に入りたいと思うんですけど、それともう一つがね、なんでこれを取りやめ先送りにしたかと、いうことについては改めて申し上げますけれども、やはりその1000件の中で意見がこうあった中にやはりその直接的な脅迫事案があったと、でこれ警察に届けるべきじゃないかっていう意見もありましたが、これについては我々非通知なんですが、ほとんどの意見が非通知で、とてもこれは佐賀弁じゃないだろうっていうのはやっぱ結構あったんですね。でそういった中で受けたものをそのままこう出してもね、それはもう刑事事件にもなりませんしね。でそれを出すことによってさらになんかそれでこう何て言うんですかね、こう後ろ向きになるっていうことは避けたかったということはあります。で今後なんですけども、これちゃんとナンバーディスプレイもちゃんとつけるようにします、電話にナンバーディスプレイもしますし、こういった機微にわたる案件については録音もちゃんと何て言うんですかね、先方の了解を取った上でね録音もしたいというふうに思っています。でそういった中で責任あるね、私たちも責任ある答えをしますし、それと同じレベルでね責任あるご意見が賜ればありがたいというふうに思っております。これは何もその意見を封鎖するわけではなくて、やはりそのきちんと責任を持ったね意見反論、まあ賛成意見もそうなんですけども、出していただければありがたいというふうに思っています。では前置きが長くなりました、本題に入ります。まず本日付で震災による放射線がれき等の受け入れ拒否を強く求める要望書ということで、いただいております。でこれ恐縮だったんですが、私がちょっと福岡県の高島市長にちょっと面会をすることがあったんで、ちょっと私は不在にしておりましたし、これ事前に今日お越しになるっていうのは聞いてた？急にお見えになったの？今日ねですので、すいませんちょっと私が不在にしておりましたので、本来ならばお越しいただいた時にね私の見解をこう公の場で述べればよかったんですが、今日はちょっと急にお越しいただいたということと、私が不在だったためにちょっと改めてこの会見の場を用意させていただきました。まず、この中でのポイントは、これはちょっと配布されていると思いますけれども、要するに、まあ、いろんなことを書いてありますけれども、要するに受け入れはするなということなんですね。それで、基本的には私たちが申し上げている通り、放射線に汚染されていない瓦礫を受け入れるということ、それと言い換えれば放射線に汚染された瓦礫は受け入れないということで、この考えは当初から申し上げてきたんですね。でその基準等々については、要は8000ベゲレルという国の基準があります。あといろんな基準があったときに、どれ一つとしてこう我々がこう納得するものがやっぱないんですね。ですのでこれは議論の過程でもあるんですけれども、要するに放射線ゼロっていうのはありえないわけなんですね、自然放射線からするとね。そこの記者さんでも出てますし、そこのカメラでも出てますし、いろんなので出ている、特に鉱物は多く出てます。でそういった中で自然放射のレベル、すなわちこれを私は言い換えれば放射線ゼロだというふうに、強く言いたいんですけれども、その、瓦礫等を一般廃棄物として持ってくるということについて持ってきたいということについて提案しようと思ってたわけですね。ですのでこのね石丸さんと野中さんという方がこう持ってこられましたけれが代表になっておられますけれども、震災による放射線瓦礫等の受け入れはそもそもするつもりはありません。ですのでこれはご安心いただきたいというふうに思っています。でその基準等についてはそれはこれは前から申し上げてます通り、その測定はちゃんとします。もしうちに持ってくるって言った時には測定はちゃんとします。その出す時とこっちにこう搬入する時に二重にします。ですので持ってこない上にちゃんとチェックをしますと、でしかもその数値は公開しますということはこれは前からも言っています。それでこの中でねちょっとぜひ申し上げたいのは、最後のパラグラフ2つのところに、特に1つ目にね、
被災地の痛みを分かち合う支援をするということは、安全な食料を守ること、支援ボランティアを現地に送る、被災者を受け入れてその環境を整えるっていうことは、まあ、これもううち率先してやってるんですよ。うちだけじゃなくてオールジャパンでもやってるわけですね、うん、佐賀県もそうだし武雄市もそうだし、それは率先してやっています。でそれでね、これでちょっと僕がびっくりしたのは、これね、これさっきの風評被害にもなるんですが、あの震災用放射線と瓦礫云々っていうことをこう言われるってあればね、そう送るなっていうことと一緒ですから、蔓延してるっていうところにね、送るなっていうことと同義に僕はなるっていうふうにこう思っていますので、あのこれはねぜひね、見解をあの 改められるっていうか、きちんとした思いをね、我々と同じく、それで私たちがもし間違っているということであればね、そこはまた議論をしていければいいなというふうに思っています。それとここに載ってますけれども、 国からね、自治体への協力強制力を求める法律制定を要請するのは言語道断ですというふうにこう書いてあるんですけど、これはもともと法律が不完全なんですよ。これ災害二法という法律があります。ここに災害二法というのがこうあって、これはもう可決成立をしています。でその中でこれ2つに分かれるんですね。で1つが放射性物質を含んだ、汚染に対処する特別法で、もう1つは、災害廃棄物ですね、一般災害廃棄物という言い方もしますけれども、そういう廃棄物で2つに、特に放射線のは特出ししてこう書いてあるんですね。でここで問題なのが2点あります。1つは基準がどこにも書いてないということです。基準が書いてない、法律の中に、普通は法律にこれこれの基準に基づいてっていうことを書くべきところなんですけど、書いてない。それとさらに驚くのは、この放射線物質云々のところにね、国の責務を書くのは当たり前でしょう。その処理について国の責務を書くのは当たり前。しかしね、ここに地方公共団体の責務まで書いてるんですよ、わざわざご丁寧に。でその上でね、国民の責務まで書いてるんですよ、国民の責務にね。で国民は第6条に、国民は国または地方体が、地方公共団体が実施する自己由来、放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力するよう努めなければいけないって、そんなことね、国が言えた義理かということを書いてある一方で、この一般災害廃棄物のところには、これは容易なんでしょうね、仕方が。だからこう国の責務しかここ書いてないんですよ、国の責務しか、 あるいは国の措置で、逆でしょうって。だから私は何もその放射線を押し付けるための国の強制力を働かせるっていう話ではなくして、こっちはね、放射線の方は国がしっかりやるべきです。ちゃんと地方体と一緒にやるべき、地方体というか当該地方体とですよ、被災3県の自治体とちゃんとやるべきで、一方でこっちのね、一般廃棄物についてね、何も書いてない、ここがおかしいでしょっていうことをぜひね、これは国に対しても警鐘を乱打したい。でそういう思いで私はきちんとしたね、国民が納得するようなね、その法整備をしない限り、これは進まないと。でこの災害廃棄物については、放射線含む含まないも全部含めてなんですけど、これ国の責任です、国の責任ですので、そういったのをちゃんと基準まで含めてね、ちゃんとやるように私はいろんなところでまた申し入れたいというふうに思っています。もうね、環境省も一言なんですよ、本当。いろんなところで私も入って話は入ってきましたけれども、これは地方の問題だとかね、本当そんなことをね言えますかと、いうことです。ですので、そういう国の施策の矛盾がこれに限らずね、3月11日以降そうなんですが、その矛盾がこういう被災していない自治体にもね、現れているというふうに認識をしています。で今日は関連して、実は12月2日にね、公開質問状、これは未来ネット三案会っていうところで、共同代表が伊藤正樹さん、畠山俊夫さんという方と、三岡、佐藤さんっていう方からこう来てますけども、これについてもお答えしたいと思います。でこれについては、後日文章で、改めて今日書いたものを文章に起こして、さらにお返しをしたいというふうに思ってます。では補足の、質問等があればね、ご質問等があればそこでまたお受けしたいと思ってますけれども、せっかくこう2つ、大きな話が来てますので、この場を借りてまず回答をしたいというふうに思っています。でまず、
この中で、瓦礫は全国に分散して処理することが最善の対策でしょうかと あります。で、これについては先ほど申し上げた通りに、被災3県で処理するのが原理原則です。で、その上でどうしても処理できないものについては、被災3県に近い自治体がやはり同じ日本の国土として、対応するということが次の原則になってくると思います。で、それでも一方、それでも無理だなということについては、もうこれはオールジャパンで広く浅く、現実問題として、こう九州にね、こう来るっていうことは、現実問題としては私はありえないというふうにこう思います。これはもう前も言ってますけれども、だけど日本として、やっぱり隣の隣人が困ったときに、そういう構えをきちんと作っておくっていうことが、私は日本のね、国柄としても大事なんだというふうに思っています。ですので、国全体で取り組みをね、もっと早く加速をしていただきたいということを思っています。で、次に、紀藤クリーンセンターに放射線測定装置がありますか。で、もともとこれは放射線が入っているのを持ってくるつもりは全然ないですので、今のところありません。しかし、先ほど申し上げた通り、もし万が一持ってくると、まあ、これは放射線入ってないものについて持ってくると、なったときについては、繰り返しになりますけれども、ちゃんとダブルでチェックをします。全部チェックをします。で、測定についての専門家がいますかということですけど、今いません。で、厳しい基準値を明らかにしてくださいというご質問については、まあ、基本的に先ほど繰り返しになりますが、放射線に汚染されていない瓦礫を対象としますので、基準値はありませんが、ただいろんな基準値が国であるとか民間で出てますので、これは参考にさせていただくと。で、実際仮に基準値を作ってしてもない基準値ですよね、ある基準値じゃなくて放射線がないっていう基準値をちゃんと出したいと。で、それはすなわち、まあ、これはレベルが違いますけれども、こういったのでも出してますしね、このマイクでも出してますし、そういう自然放射線と同じレベルなんだっていう、だからない基準値を、きちんと出すということが大事なんだろうっていうふうに思ってます。これいないとかっていうふうになるとまた信用されませんもんね、国民から。ですので、自然放射線と同じレベルのものについて我々はそれ以下のものについてね、引き受けるということで、まあ、ちょっと今一旦これ先送りにしてますので、いつ作るかっていうのは別ですけれども、そういう思いをしています。で、次の3なんですけど、基準値以上の放射線汚染された瓦礫が搬入されないか、処理された、瓦礫がきちんと処分されるか、誰が責任を持って管理するのかということなんですけど、これも放射線に汚染されてない瓦礫、すなわち一般廃棄物と同じレベルのものを対象としています。で、責任は小池県 の、 管理者である私にあります。ですので、私とすれば、まあ、こういったその制度を、ね、国に対して求めるのと同時に、こういったことについてきちんとやっぱ説明をしていくということが求められているということであります。ですので、何もこう抜き打ちで何かこうやるとかね、いうことについては一切、考えていませんし、これは私から最後にしますけれども、まあ、2つの団体からこういったご意見を寄せられて、これ非常に感謝しています。それだけこう不安感を覚えられたりとかね、あるいはその恐怖感を覚えられているのは同じ人間ですので、私だってそうです。で、そういう意味で同じが思いであると、いうことについてはね、これは私自身認識をしています。で、そこでお願いなのは、じゃあ被災地の支援としてね、どういったことが可能なんだろうかと、いうことについてね、一緒にこう考えていければいいなというふうに思ってますので、そういう知恵をね、ぜひ次からは授かりたいなと思っております。長くなりましたけれども、私からは以上です。それではご質問の方をお受けしたいと思います。構えを作っていくのが大事だということで、その受け皿の環境整備みたいなものはしないといけないということで、九州に来るのは現実問題ありえないっていうのは、その要するに多分来ないだろうっていうことなんですか。そういう引き受ける準備はするけど、さっき言ったこれね、僕ね、いろんな、これ結構いろんなところでこれトップニュース扱いになってるんですよね、今回の瓦礫の震災瓦礫の件でね。で、その時に国の人でもまともな人たちがやっぱりいて、
でその中でもやっぱりシミュレーションはやっぱ立ててるんですね。でそれをちょっと公にするわけにはいけませんけれども、そういった中でやっぱあの全体の瓦礫の分量からすると近場が引き受けると、近場が引き受けると九州までは来ないよねっていうことはあの言われました。だからそれはそうですよね、うん、ですがオールジャパンとしてねそういう構えを作っておくっていうのは必要だと思うんですよ。そうしないと押し付けになりますから逆にね、うん、そういう思いで先ほど申し上げた次第です。はい、放射線レベル、まあ、視聴よりも、まあ、放射能ゼロのものを持ってくるので、心配はないんだということなんですけれども、まあ、この前陸前高田の副市長も言われたように、その微量の放射線が出てるわけですね。環境省の基準の半分以下と言われましたけど、まあ、それが結局嫌がられて持ってきてな、持ってこれ、引き受けてがないと。そういうほら、宮城、岩手でもですよ、離れてるところでも、微量のものはやっぱ出る、だからその自然放射のレベルのがれきっていうのはそのあるのかっていうのは素朴な疑問が僕もよく分かんないけど、どうですかね、そういうものがあるのか。いや、それも僕も別に一個一個調べたわけじゃないんですけど、まあ、いろんな話を聞いたりすると、やっぱあるのはあるんですね。あるのはあるっていうふうに聞いてます。うん、全部がそのなんかビロのセシウムが出たりとかっていうのはなくてね、まあ、それを全部あるっていうような論調もあるんですよ。で、それは調べてみないとやっぱ分かんないですもんね。うん、でその上できちんと調べたもので、その微量であってもないものについてね、さっき言ったような放射線ゼロ、飛行機でのね放射線ゼロについて引き受けるって、でこれね他教だけじゃなくて多分全国同じことを言うと思いますよ、全国。うん、だからそこはしっかり求めていきたいなというふうに思いますけどね、国にね。うん、やり取りを聞いててですね、その皆様の会員の人たちがその、まさき市長がおっしゃったようなその基礎的な調査を国がやるべき、あ、全くとか、それが先なのに、うん、引き受けが先っていうのが理解できないというようなことを言われたので、それはですね、もう先おっしゃったように、本当にその放射線がどれくらい出てるか、そういう基礎的調査を先にやるべきだというのは、まあ、そうなんです。いやいや、僕はそんなこと思ってませんよ。うん、それは別にその卵と鶏の関係じゃなくてね、それはやっぱり思いがあるところがきちんと言って、でだからこそそういった意見が出てくると思うんですよ。うん、だからそれはやっぱりこう順番、よく僕順番論言われるんですけど、で順番論っていうのは次の話だと思うんですよ。いや、要するにこういうふうに構えがあるんだと言った時について、じゃあやるために、じゃあその問題点はこうだよねっていうような議論が僕はあっていいと思うんですよね。だからそれを否定してるわけじゃないです、全然。いや、確かに国がこう調査するっていうのもしなきゃいけないし、それは逆にその我々がこうやりたいと言うから、じゃあ国が調査しなきゃいけませんねっていう流れでも僕いいと思ってるんですよ。うん、一括してね、うん、で国が一括して調査をして、その上でこう引き受けるって なるのもあってもいいと思うし、我々が受ける構えがあるから、じゃあやってくださいっていうので、うん、それはもうそんなに重大な問題じゃないと思いますよ。分かりました。でもね、その何かな、おっしゃってることは本当にそうだと思います。国がきちんと調査すべきだと思う。逃げてますもんね。うん、でもね、それはね、政治の意思だと思いますよ。それもね、法律に役人、僕も役人やってましたから、法律がないからできませんってすぐ言うんですよ、あの人たちは。うん、でもそれは政治の意思としてね、その法律はないけれども、お前ら調べてこいって言ったらね、それ動きますよ。だからその司令塔すらないんだもん今。うん、だから本当になんかこう気の毒なと思いますよ、被災地の皆さんたちが。本当に
それでは市長の方の記者会見、これで、終了させていただきます。ご協力ありがとうございます。